来た。うわー、ちょマジバレるだけがやばいんよ本当に。え、やばいやばい、レベル14のバレてきた。お願い、ちょペッカお願い、ペッカクッションさせてお願い。何すんの。ダイダーボコボキタッション。はい、ということで今日もですね、負けたら即死のパーツ7ですね、やっていきたいと思います。はい、今日はね、まあ3500か600ぐらいまでいこうかなと思ってます。はい、3500いくとウルトラが解禁されるんで、まあちょっと丸太が欲しいよねっていうところで、はい、3500はまずいきたい。まあ丸太が一番かな。まあ個人的には今ボイドがめっちゃ欲しいんだけど、ボイドね、5000からね、ちょっと手に入らないですよ。トレードとかでゲットできるのかな、わかんないけど。そう、ファイボのレベルが低すぎて、ちょっとね、マジでファイボ使ってないんですよね。マジでファイボ使う機会なくて。だから、ボイドをちょっとね、育てたいなってのはけど、ボイドが手に入らないんでね。まあ、とりあえずね、今日はね、まあ、これでやっていきます。はい。まあ、ちょっとレベル上げようと思って上げれるんですけど、まあ、その、前回やった感じ、めちゃくちゃレベル差でボコしたんで、はい。もうちょっと今日はね、自粛します。はい。まあ、ホグだけレベル上げてもいい、よくねっていう声はめっちゃあったんだけど、とりあえずね、とりあえずちょっと様子見ながら一旦今日はねこれでやっていきたいと思います。さあさあさあ、見してもらおうや、3100からの景色をね。はい、まあ昔はこれがねレジェンドアリーナってやつでしたからね、昔の展開的な感じね、はいでしたからね。さあウィズ行きましょう。さあお互いね、これ何が問題かって、こうユニレベはあるんだけど、その自分のプリンセスタワーが低くて、ちょっとそれがね渋い。なんかここら辺がやってくると、やっぱり相手もね、レベルが高いんですよ。たまに12とかね、結構あるんで、そう、普通に、行かれるんですよね。プリンススターがレベル低すぎて、マジでボコされるんよね。本当に。低すぎてね、めちゃくちゃ処理するのが大変だよ。だから、プリンセススターで、休養して、なんか、ウィズ最強すぎて全部死んでってないなんか。ウィズ相手止まんねえや。止まんないかもしれん。そうなんか、そうプリンセスターがマジできつくて、そう許容しようと思ったらとんでもないことになっちゃうから、そういうところでね、プリンセスターを上げていきたいけど、プリンセスター上げるには、いろんなユニレベルを上げないといけないんですよね。でも、それしてたらお金がなくなるっていうね、もうこの、めちゃくちゃ辛いよ。めちゃくちゃ辛い。ゴールドがマジで足らんね。まあその、マジこの前のコメント欄でもあったんだけど、マジでもう早急にグラチェやった方がいいっていう声もあって、マジでね、9000目指すなら今のうちにレベル上げとけっつって、ね、めちゃくちゃアドバイスしてくれる人がいたんですけど、確かになと思って、じゃあそろそろねグラチェやろうかなと思います。はい、グラチェはねもうね、はい、負けてもありにします。はい、まあなんかみんなそうやってたから、まあそれでいいかな。うん、なんか負けてなんかグラチャレはまあいいんじゃないって言って、箸休め的な感じでね。まあいいんじゃないかなと思ってたらやばいよ、これマジで。ゴブリンギットと、ちょ待って、やりますやん、お兄さん。これザッピシで。おいしょ。はいはい、耐えた。オッケー、いいね。さあさあさあ。さあ、ただ相手ファイブ切ったからちょっとね、エリスはなそうですね。いいね。ないね。さあ、このデッキのね、弱点はね、その、陸受けがないんですよ。マジで。陸受けがないから、ゴブリンか、まあ、ペッカっていうね、二択なんで、そう、マジそういうところで、ちょっとね、デッキの欠陥をね、もうなんか、3日前ぐらいから気づいてるんだけど、他にないんだよね。マジで。他になんか使うやつがなくて、困ってる、俺は。さあまあな、アイスピとか入れたい。アイスが、まあトルネとかも入れてもいいんじゃないかなって思ってるけど、ね、トルネゲットできないし、ボイドもゲットできないし、っていうところで、まあ今んとこね、迷走してる。まあでもペッカがね、強いことはもうね、明らかです。はい。もうペッカがマジで最強なんで、もう相手動いてこないと思ったらもうケツペッカしちゃう、普通にね。そう。いや、ペッカの形が結構、まあ今、新鋭隊とかもやっぱ使ってる人とかもいないから、いや、マジでね、ペッカウィズの形で多分無双できるんですよ、本当に。本当に無双できるんで、そう、相手吹き矢。吹き矢見て、後ろから合わせてくる。なんかね、やっぱここら辺の相手、うまいと思ったら、進化ウィズの存在を知らなかった、君。さあ、これはさすがに、いけんじゃない？あいしょ、いいね。で、ザップを構えて、もうね、俺手慣れてきた。もうここら辺のトロタイ熟知してるからね。もうね、相手にスケブが見えてなくても、もうザップ構えてるから、俺。普通にね、ここら辺のトロタイはもう 100% でね、もうスケブが入ってるからね。そういう面でね、もう俺構えちゃってる。偉すぎな。偉すぎるわ。もうなんかもう、このトロタイに適応してきてる、俺が。めちゃくちゃ、だってほぼ 100% 入ってるでしょ。ほら、めちゃくちゃ入ってる。あ、入ってなかった。あ、そんな、でも結構入ってんの。そう。だから、まあ、ペッカー、ホグの形作ってザップってのはめっちゃ大事だね。もう、俺は分かってきた。このトロタイが分かってきたんだよね、本当に。やりすぎてね。スケブマジで多いね。来た。うわー、マジバレるだけがやばいんよね、本当に。やばいやばい、レベル14のバレてきた。やばい、こういうことよ。
そう、こういうやからがやばい。ちょ待って、こいつレベル高いぞマジで。ちょマジで集中しよう。ちょ待って、俺これガチで集中するわ。ちょ待って、やばい。え、マジでやばいぞこいつ。こいつやるな。ちょっと待って、レベやばいって。え、ファイブで多分飛ばないんじゃない、ゴブリン。やばい。え、ちょ待って、このゴブリンやばいぞマジで。このゴブリンマジでやばいぞ。タワーレベル9だとマジでとんでもない。これやばい。マジで、ちょっと待って、大砲一発じゃない、ワンパンじゃない、やばい。ちょっとマジでやばい、助けて。本当にマジで負けれる。え、ちょっと本当にやばくないこれ、ガチでやばくない。どうしよう。え、バレルがちょっときつすぎるなこれ。ちょ待って、バレルをゴブリンで受けたいよね。うわ、相手がペッカ入ったら、ちょ待って、なんかほんまにやばい。ほんまにやばい。ちょ待って、なんかちょっと待って、火圧返ってきた。そう、こういうやからがファイブで飛ぶかな。一回やってみる。ファイブで残ったらどうしよう。あ、よかった。まあ、ファイブではさすがに飛んでくれるよね。うん。いや、これファイブで飛ばへんかった、俺。もうびっくりした。まあ、さすがにね、レベル7個差あるよ。だって俺のファイブレベル7だからね。7個差あってもさすがにゴブリン死ぬから、よかったわ。怖かった。うわ、やっべ。マジでやばいって。ドリルはやばすぎるって。マジで。ドリルはやばいって。じゃって、レベルが高いんだけど、相手の。ザップのとこ。こういうところでね。やばい、これ残ったら痛いよ。いや、まあまあまあ耐えれる。いや、ちょ待って、マジでやばい。ちょっと、本当に。ちょっと本当に出場しよう、マジで。ちょ、ほんまにやばい。ちょ、こういうやからねえから、やっぱレベル上げといた方がいいんだよね、本当に。たまにいるバケモンがいるんだよ、本当に。え、進化バレルとかじゃないよね、多分。ごらんけど。いや、怖え、マジで。マジで怖えんだけど。いや、進化イズか。いや、でもさすがに。いや、怖すぎる。あー、もうマジで。怖い、やばい。あ、進化空気だ。ごめん、マジでやばい。でも、相手進化空気のレベル低い。いや、これ、幸いにもだな、マジで。低かった、よかった、マジで。これがマジで進化バレルやった俺、多分ほんまとんでもないことやってたかもしんない、普通に。さあ、ゴブリンで行こう。ゴブリンね。はいはいはい。お、ドリル受けね。俺もウィズつけちゃうぜ、普通に。ウィズつけちゃう。おつい、おつい、それマジで。やつさあ、ほんで右行ったらこれ相手さあ、ペッカのエリクサーないから白液か、どうやって守る。相手守れんくない。ギャングキッター、アリキッター、そうだよね、受けないよね。いやー、でかい、これはでかい。ただ、ここね、あれ来ます。はい。進化迫撃あります。はい。進化迫撃あるんだよね。そう、進化迫撃あるから。そうそう、これ、ファイボでしっかり。やばい。え、ちょっと待って。やばい。マジで。マジでやばい。マジでやばい。一旦、ザップね。一旦ザップね。ちょっと待って。ほんまに。ほんまに。冗談やって、それは。でも、相手レベル9だ。よかった。これ、完走したらマジで終わったかもしんない。さあ、え、お、なるほど。なるほど。荒ぶってるわ。よかった、よかった。いや、マジで、ちょっと、怖えって、もう、ほんとに。あー、もう。乗り越えたわ、マジで。乗り越えました。はい。5、7だからね。よしよし。あーまね。怖いわ、マジで。そう。いや、ギャングもレベル10歳やからな。マジ怖い。ゴブリン系が一番怖いよね。そう、レベル差で一番怖いってゴブリンなんだよ。なんでかって言うと、そう、ゴブリンってね、タワーでマジで、そのね、あの、3発必要になるのが一番グロくて。やぶねえな、マジで。怖かったな。いや、ちょっとレベル上げとく、これ。じゃマジで。うわ、怖くなってきたら、なんかホグだけでも上げる？なんか、ちょっと怖えな、マジで。ちょっとホグ。ちょ、ホグ、マジ、観察せよ。ちょ、ホグだけちょっと観察せますわ。はい。はい、ちょっとやってみます。はい、ということで、レベル上げてきました。ホグがね、レベル10になりました。もう、たくましい。なんか、このホグだけなんかさ、顔つきちゃうよね、多分。めちゃくちゃたくましいんやけど。はい、ということで、まあ、完走まではいけない。まあ、ほぼ完走っすね。はい、まあ、その、エリートカードがないんで、エリートカード買う手段もなかったんで、まあ、ちょっとこれが限界なんかな。はい、まあ、でもね、レベル14の方がもう全然違うと思うんで、まあね、続きやっていきましょう。さあ、やっていきますか。お、ブラスター来た。もうマジ、ブラスターはね、もう本当に、コウモリとかあるから、俺のデッキからしたら嬉しいけどね、普通に。さあ、ベビードラト。うわ、これペッカしかないの、渋いな。うわ、ちょっと待って、マジで。ちょっとバレルのレベルやめる？ほんまに。あー、優しい。なんかもうさっきのがさ、もうやばかったから、もう今度優しい。マジで。優しすぎる。ガチ優しい。いや、なんかここら辺になると、やっぱコウモリとかのレベルとか、ファイボーのレベルがちょっとね、渋いよね、マジで。うわ、ちょ待って、これ、ザップないのやばすぎ。マジで。ザップ、ペッカ殴れ。一発。うわー、ちょ待って、渋すぎるマジで。え、でも俺の方がマッチョすぎる。ザップ打てばさすがに。いや、マッチョだな。やばい、レベル14の方が顔つきがちげえな、マジで。やばい、ちょっと最強手に入れてしまった気分だ俺は。これはやばいな。ちょっと14の方がマッチョすぎるな。ちょ待って、ちょっと待って、本当にやべえな。これ15にしてえな。レベル15にしてえな、これ本当に。マジで早くしてんだけど、まあ、一旦大砲と。いやー、はいはいはい、ウィズね、優しい優しい。いや、マジで優しくていいわ。嬉しい、俺は。本当に嬉しいよ。
さあ、ここら辺で多分ね、バレルが来るんじゃないかな。そうだよね、来るよね。まあ、これ、ウィズで許容して、で、8枚ペッカーがこれ。8枚ペッカーで行きましょう。はい、締め上げプランですね。で、多分、これに、あれ来るんで、なんだったっけ、インフェ来るんで、コウモリ先出しするんですよ、これの。先出し仕上げて、はい、これだけでも相手、はい、インフェ置けませんっていう状況なんで、さあ、これはね、はい、ベッカーが殴ると。よいしょ、なんなら、よいしょ、いいね、素晴らしい。はい、たくましいよ、マジで。さあ、もう、つなげてあげる。さあ、もう、これで落とせるでしょ、さすがに。レベル14のホグ、格がちげえよ。格がちげえかい。ゴブリン耐えるんじゃね？大変わ。さあ、ゴブリンは、レベル8、いや、ゴブリンじゃない、バルキーがレベル8だと耐えるんだ。はい、いや、入る。おー、でかい。ファイボー。143って、全然削らへんやん、マジで。鬼の削りが少なすぎる。まあ、一旦ウィズで許容。もうこれね、全部許容してあげる。はい、もう許容でね、世界は成り立ってるからね。はい、ファイボじゃ飛ばないんだよね。でかい。さあ、もうあとはこれ行きましょう。はい、もうまたね、コウモリ追加してあげて。もうインフェの時はね、はい、コウモリが強いんで、なんせ。なんせコウモリが強いと。はい。で、これはザップってあげると、ザッピシでね、はい。一旦ね、こうやってあげると、突破できますよと。あいしょー、いいね。いや、つえ、じゃあ、レベル14の方がちょっとやばいな。ちょっとたくましすぎるな。じゃあ、このトロ隊にいてはいけないぐらいのレベルしてる。マジで。気持ちいいな、これ。よし、やっていきますか。あのね、この前ってか、昨日のコメントでさ、まあ、その、進化スケブやばいよね。なんかバレル多いな、マジで。ちょっと、マジ、レベル差が。おい、やめろ、マジで。マジやめろ。本当に。そう、昨日の、コメントであったんが、進化スケムレやばいよねっていう俺話してたやんか。で、その延長線上で、あれ進化スケラやばくねっていうね、ことに気づいて、はい。コメント欄で進化スケラグロくねっていうコメントは確かにとって。進化スケムがマジ進化スケになるんだったら、進化スケラも、進化スケになったらもう終わりじゃねつって。半端ないよね、マジで。さあ、俺の14ホグは強いよ。熱い。なんなら耐えるし、ウィズが攻撃して。はいはい。いや、マッチョすぎる。マッチョすぎるぞ、マジで。いやー、頼もしい。本当に。うちのホグはもう育てがいがあるわ、マジで。全然ちげえわ、マジで。いや、いいね。さあ、もうファイボで守る、しっかり。しっかりね。相手は、さっき何本やったっけ？レベル14か。相手、レベル14のゴブリンバレル来ても、ファイボならでも殺せることが分かったから、ね。しっかりね、そこら辺はね、やっていきたい。さあ、ゴブリンで囲んであげて、そう、ダックプリ、しかも耐えるんだけど。ダックプリって、昔ね、囲めなかったんだけど、ゴブリンの、なんかその、なんか情報っていうか、なんやろ、配置が変わったやんか。ゴブリン、昔はゴブリン、一斉に4体パッて出てたんですよ。でもそれが、今ね、なんか順番に出てくるようになったじゃないですか。なんか、ちょっと遅れて出てくるんじゃないですか。それによってね、ダックプリね、守れるんですよ。ダックプリとかな、突進系さ、全部なんか守れるよね。そう、しかもなんか読み丸太とかしても、たまに、それはエグいんじゃないって、さすがに。さすがにエグいんじゃない？ウィズの前にスケブ出してくるのはもう猛者すぎん？いや、許容しちゃいけど、これ、多分とんでもないんだよな、マジで。3発なんだよね。そう、バレルがマジでやばいんだよね。マルタにするべきなんかね、やっぱ。いや、ちょっとバレルがちょっといかち、本当に。まあまあまあね。だからトルネーゲットできたら、ちょっとトルネーね。いや、キング起動とかしたらちょっと熱くはなるんだけど。ね、難しいよね。ちょっとトルネが5000からだからな。そういうところでね、ちょっとね、ボイドも欲しいね。さあ、来た！お、初めての日本人！日本人だ、多分。初めてだ、これ。いや、マジね、今まで日本語っていうか、そうだね、ひらがなとか、漢字とか見たことなかったけど、初めて来たぞ。黄昏だって、あれ？コードネーム？もしかしてスパイファミリーの黄昏ってやつですか？さあ、相手はペッカと。もう進化持ってるぞ！こやつは進化持ってる顔つきです。はい。さあ、ウィズの範囲がいかないね。いかないか。まあまあまあ、残ったり、ザップやったら。おいしょ、熱い。いや、それ残るだけでだいぶ世界が変わるんだよね。さあ、ペッカ残る。一発殴れ。殴ったら偉かったけど。まあ、これ、延命して、はい、延命してあげて。いや、進化折りやばくない？普通に。いや、でも、レベルが低い。俺のマッチョ方向見てみろ、お前。おら、いけ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 。おい、プリンスの攻撃、4発いってるって。4発耐えたし、折れたし、最強すぎる。最強すぎるぞ、マジで。やーば。最強だ、本当に。やばいやばいやばい。強すぎるわ、本当に。ちょっともう最強だ。無双できるわ、もうこれで。これで相手がレベル14持ってても俺は対抗できるわ、これでね。
さあ相手進化折りあるからな、怖いよねマジで。さあ相手諦めたんかな、どうやろう、諦める、諦めない、いやマジで多いな。さあそろそろザップで死ぬね。なんか2個差は死ぬんだよね。え、じゃあ1個差か、1個差で死んだっけ、ゴブリンってザップで。どうやったっけ、忘れた、うわ昔を思い出せ。1個差やったっけな、まあいいや。さあ進化折りがあるからしっかり呪文打たないとやばいんですよね、マジで。呪文打たないとっていうところなんですけど、さあ、範囲が激アツそう、これウィズの範囲がバカ熱いね、これ。ザップで耐える、いやでかいね、これもう突っ込んであげましょう。でまあ折り切っても、まあこの状態ならウィズが頑張ってくれるでしょ。はい、ウィズが頑張ってくれるんで、はい残る、いや素晴らしい、はいはいはい。さあ残って延命してあげると、さあもっぱついく、俺のホグはレベルがちげえんだよなっつって顔つきがちげえからないや初めてだ、え多分初めてだよ、ね、でも俺がこんなに過剰に反応するってことは多分初めてなんだろうな俺は記憶にないもんね普通に。いやーマジか、ここら辺できたか、ついに。今までまあでも結構ね、なんか海外っていうかローマ字が多かったよね、ローマ字、英語がめちゃくちゃ多かったもんね。さあまあ進化折り持ってましたね、パス勝って、確かに、え名前金色に光ってるわ、そういえば、そうなんか言ってたわ、名前金色に光ってるとマジで注意っていうね、コメント欄にありました、はいそう確かに名前光ってるとあれなんだね、やっぱり相手クラロアパス買ってるからね、進化を持ってるっていうね、可能性っていうかもうほぼ持ってるでしょ。なるほどね、まあでも折りやったからよかった。もうこれがさ、もうマジ今シーズンのぶっ壊れカードだったらマジやばいよね本当にマジやばいよね。まあ折りでよかったね幸いにも。さあさあさあやっていきましょう。あとコメント欄でもう一つあったんが、進化キョスケ来てほしいっていうね、声があって、で進化キョスケのどういうね、調整来てほしいのかっていうね、ね書いてくれてたんやけど、 HP 半分でね爆弾1個落とすっていうね、進化になるとね、ちょっとおもろいやんつって、めちゃくちゃいいやん、なんかそういうのよくない、進化だってさ、なんかゴブジャイみたいな感じにさ、だから言ったらさ、ゴブジャイもさ HP 半分だったらさ、なんかゴブリン浮いまくるやん、そんな感じでさ HP 半分だったら爆弾1個落とすって、ちょっと強そうではあるけど、でも今のキョスケさやっぱ使われてないけどさ、これぐらいあってもいいよねっていうぐらいのなんか絶妙なね案を出してくるか、ちょっといや普通にこれザップ言ってみるか、一旦ああそう同格はしないんだよね。さあ一旦ね、そうめちゃくちゃ絶妙なそのね案を出してくるからめっちゃいいやんと思ってHE 半分でキョスケ1個落としたらさ、だってさ敵陣でさ相手がさなんかやってきた時にさ爆弾1個落として、で耐えるかもしれない、まあでもいい、まあ時間かかるからな、キョスケの爆破って、キョスケの爆破時間かかるからな、そういうところちょっと難しいよね。だから例えばあのその HE 半分になった瞬間に即爆発する爆弾とかでもいいかもしんないよね。まあ即はあれだけど、まあなんかね1秒ぐらい、1秒も長いか 0.5 秒ぐらい、いやなんかね、いやマジそれぐらいってちょっと面白そうだけどな。いやいいよね進化キョスケ。でも俺最近さなんかさ進化キョスケっていうか、うわファイブでいこう、これ進化キョスケのなんか YouTube で見たんだよ、 YouTube で進化キョスケの映像出てたんだよね。でもこれ多分公式じゃなくて多分なんかそういうチーティング的なやつだけど、なんかね俺が見たやつはゴブジャイみたいに、ゴブジャイってさその後ろにさ何やったっけ、やりゴブが乗ってるやんか、あんな感じでさ進化キョスケはさ後ろにさボンバーが乗ってて、そう多分これ俺が見てるってことは多分みんなの YouTube にも流れてるからワンチャン見てる人いるかもしんないですけど、そうねなんかキョスケの後ろにボンバー乗っててボンバー乗っててゴブジャイみたいにね、そうそれで後ろからハイコギで削ってくれるんですよね。そうだからちょっとええやんと、それもちょっと強そうと思って、そうなんかそういうのもいいよね。でもなんかそのねコメントしてくれた人の HP 半分だったらそのあれ爆弾落とすっていう案はめっちゃいいなと思いました。はい、これ絶対スケブクール、これスケブクール、これ100くるよ、はいしょういしょいね、素晴らしい、そういやめっちゃいいなと思っていやマジでいい案だなと思って、なんかねマジでちょっとなんかリアルで実装されそうなぐらいのなんか案でちょっとねもうすげえと思ってもうマジ中身なんじゃないっつってめちゃくちゃいいやんと。いやでもキョスケのそのねなんかコンセプトっていうかさ爆弾っていうのがあるからなんかねちょうどいいよね、ちょうどいいってのはあるよね。うん、
さあやっていきますか。そういえばね、昨日ね、あのジャックと一緒にゲームしたんだよね。元プロのね、元プロのチームメイトのジャックとね、やばいレベルが、いや優しい、優しすぎる。そう、ジャックと一緒にバロラントしたんだよ。バロラントしてゲームしたんだけど、そう、昔のリーグの話してめっちゃ懐かったんだけど、俺とジャックのペアって、そう、2V でマジで強かったんだ。いや、もちろんケンツとのね、2V も俺は最強だったけど、で、ジャックとのペアもめちゃくちゃ強くて、しかも俺とジャックってさ、その、使うデッキがさ、もう一緒なんよ。いや、マジで。ちょっと待って、矢の雨やめて、マジで。お願いだから。矢の雨だけやめて、本当に。許してください。許された許されたか、突っ込もう。やばい、ちょっとザップ、おいしょ、はいはいはい、いいね。そう、ジャックと俺ってもともとその 1V っていうか、その 2V じゃなくてもうデッキに出て、ジャックも 2.6 ホグ出身で、俺も 2.6 ホグ出身で、で高回転使いやんか。で俺はマジでジャックが使うデッキは俺も使えるんよそう、いやだからジャックがボーバル使ってたら俺もボーバル使ったし、ディガポイ使ってたら俺もディガポイ使ったし、みたいなな感じで、もうジャックとね、もうめちゃくちゃね、そのプレイスタイルも似てるし、そう、あのデッキも似てたから、そう、 2V やった時にマジ俺らのあの巨スケホグとかさ、なんかさ、バルーンがさ一生最強やったよねっていう話して、確かに記憶からめっちゃ忘れてたけど、なんか俺とジャックのペアでマジバルーン投げとけば絶対勝てるやんっていう、なんか謎のね、自信があったよ。マジどんだけ相手がなんかメガナイトラムとか巨スケラムとかでバルーンをメタリにメタっても、俺らのバルーン上手すぎて全部跳ね返してたよねっていう、確かにと思って、そう、昔マジで俺ら最強だったよねっつってめっちゃね、エモミに浸ってました。そう、確かにな。いや、まあ、2V 最強だったよね、普通に。俺らマジ最強だったんだよねガチ最強だったわ。いや、マジね、そのやっぱホグとかさ、バルーンとかはさ、やっぱさ、ちょっと難しいけど、でもね、俺らはさ、その 1V か、 1V の時からさ、ホグとかさ、バルーン使ってるからさ、そう、いや、マジ手に馴染んで一生最強だったな、マジで。俺とジャックのペアね、懐かしいな。なんか 2V もね、いろいろ変わったからな、昔と比べてもう今なんかな、進化カードがあるからね。マジ進化カードあんのがやばいっすね、本当に。進化もあるし、チャンピオンもあるからね、ちょっと色、ゴレイ取っとく。いや、ハンターか。一応ハンターか。そう、昔と違って、まあ今はね、進化カードプラスチャンピオンもあるんですよ。俺らが 2V やった時なんか、チャンピオンないんですよ。はい、確かなかった。いや、あったかな。いや、多分なかったと思う。記憶にないもんな。そう、チャンピオンとかもなかったから、ね、あったか？いや、チャンピオンあったか？いや、わからん。いや、もう記憶が怪しいや、マジで。最後のあった、いや、でもなかった気すんな。そう、いやだから、いや、めちゃくちゃね、環境が変わってんなっていうのもあって、そう、昔マジでキョスケホグとキョスケバルーン最強だったんだよねもう俺らトルネバーンしたらマジで何でも勝てるやんつって、一生トルネバーンしちゃったらやばい、釣れなかった、まあいいや。そう、一生トルネバーンしとけば勝てるくねっつって、そう、昔の俺だって、そう、まあ今だからそのね、まあ、戦術のこと言えるけど、うやばい、レベルが高い、来た、やばいやばいやばい、来た、冷やすか言ってくる。そう、昔のことだから言えるけど、昔ね、もう本当に俺らは、そう、なんかトルネを開けて、なんかいろんな相手のデッキをバンするよりも、トルネバンにして、もうその相手がバンしてくるやつの対策を全部して、やればもう最強になれるんじゃねっていうプランで俺らずっとね、トルネバンしてたんですよ。まあたまに外してたりしてたけどね。たまに外したりはしてたけど、そう。それで一緒やってたから、そう、俺らのね、2v2 のもうね、熱量が違うんですよ、他のチームと。だからね、まあ勝率が高かったっていうのはあるかもしれないけど、そう、俺らはね、マジで、もう 2v2 に命かけてるぐらい、めっちゃ命かけてて、そう、昔のことだから言うけどね、本当に、マジで、もう 2v の練習だってもう、1日めっちゃやったよ、マジで。何時間やったかわからんぐらい、2V はめっちゃやったし、そう、もちろん 1V もやるけど、 1V はもう正直さ、そのみんなが集まらなくても個人的に練習できるじゃないですか。そう、だからあんまり 1V の練習はしなくて 2V めっちゃしてたんだよね。そう、だから俺らめっちゃね、 2V 上手かったんでしかもそのトルネバンにしてたから、そう、だから例えば相手がこっちがトルネバンして、で相手がまあその、うわ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、お願い、ちょ、ペッカ、お願い、ペッカ、クッションさせてお願い。何その守り方、うまうますぎだろ。そう、あの例えば、まあ、こっちが、あ、ちょっと待って、これ多分あれだな、スケブクルだ、水助よ。そう、相手が
ね、まあ、例えばこっちがトルネバンして、まあ、相手がなんだろうな、まあ、キョスケバンするとするやん。じゃあもうキョスケバン来た時用に、来た時用のもうデッキを全部組んでて、はい、もう全部限れる、もうね、あのデッキは感じ。2V って、まあ、そもそもね、デッキが少ないんですよ。あ、その 1V に比べて。うん、まあ、例えば、なんだろう、何がないとか、まあ、クロスとかもあんまり強くはなかったりするやんか。っていうところで、まあ、強いデッキって、そう、2V 強いデッキって、まあ、そのゴレとかもなかったし、ジャイとかもないから、ほぼね。まあ、だからロイジャイとか、ね、ロイ、なんだろう、ロイジャイ、まあ、バレルとか、コカツケ、バールーン、ホグ、まあ、ラムあたりぐらいなんです。あとスケラカぐらいなんで、もうね、そいつらのもう対策をすればいい話で、もうそいつらを全部ね、もう俺ら対策しやがって、そう、それでね、もう最強になってた、いつも。まあ、それぐらいね、2V やで、ね、めちゃくちゃやってたんだよね。懐かしいな、なんか。もう、あの時、めっちゃ楽しかったもんな。いや、本当に。もうね、いつもジャックと話すたびに言ってるわ。楽しかったよなーつって、うん、ね、またやりたいなーつってるけどね。まあ、叶わないですけどね。その夢はもう叶わないとは思うけど。さあ、レベルが、わっけ低いね。さっきも高かったけど、ね、危なかった。そう、いやー、楽しかったなーつって。いや、マジね、これはもう一生の思い出だね。本当に。なんか、プロってやっぱ普段では絶対経験できないからね。そう、いい経験したなと思って。いや、マジね。まあ、しかも一緒にやっぱこうね、あの、暮らしてやるっていうのはもうね、なんか、その青春だよね、本当は。俺らの青春、マジで。かっこよく言ってるけどね。いや、マジ、俺らの青春なんだよ、あれは。さあ、レベル14の方が強いよ、これは。勃発いくよ。おいしょー。いや、強すぎ、マジで。ありがてえわ、本当に。ただ、レベル9だからこれ入りそうだな、マジで。怖えんだけど。え、ちょ、マジで入りそうじゃね？え、マジで入りそう。うわあ、もうマジでさ、プリンセスターもコウモリも弱いって、ほんとに。ホグだけが強いよ。そう、懐かしいね、マジで。うん。まあ、なんやかんやね。なんやかんや、なんか、韓国のさ、なんか、ああいうね、マジで韓国の生活とかめちゃくちゃ行ってる時が嫌だったけど、まあ、思い返ってみると、まあ、よかったな、つって。そう、俺らさ、マジで韓国に、まあ、そう、まあ、渡航したりとか、まあ、住んでたりやったけど、マジできつくて、マジめちゃくちゃきついよ。めちゃ、え、ホグワンパンなんだけど、墓石。やばすぎ。そう、めちゃくちゃね、渡航がきつくて、いや、マジで、ハゲてたんだけど、でもまあ、それもまたなんか、ね、なんかいい思い出だったな、つって。ジャックと思い出にね、ふけってました、はい、昨日は。そう、いやね。まあ、なんかさ、そう、なんかいい、苦い思い出もいい思い出になるよね、時間が経つと。風化されるよね、やっぱり。さあ、あとはもう落としますか。やーべ、あー、ベビードラやばいんだった、マジで。切っちゃった。いや、どうする、もう無視する。無視しても形作りに行っちゃう、普通に。やばい、え、ちょ待って、マジでやばいぞこれ、マジでやばいぞこれ、マジでやばいぞこれ、マジでやばいぞ。ウィズが頑張ってくれないとこれやばい。ちょ待って、マジで、え、ちょ本当に本当に負けるってことだけはほんまにあかんで、マジで。これで、ね、俺は絶対ザップは切らないっていうのは約束します、約束します、約束。さあ、絶対スケブが来るでしょ。はい、これはザップって言って、よいしょ、はいはいはい。さあ、俺でしょ。あー、よかった、あー、怖かった、マジで。こういうのやめよう、ほんと。やっぱこういうチンパやめよう、俺。やめやめよう。あー、なんかね、怖いよ、ほんとに。ドキッとしちゃう。いつもならこういう結構チンパンしちゃうけど、ドキッとしちゃうから、ね。さあ、これで3000枠いったんじゃないか。さあ、トゥルントゥルントゥルンと。いや、来たー。3000億達成いたしました。これでね、ウルトラが解禁されます。はい。いや、でかいね。いやー、丸太かなー。でも、丸太が一番欲しいな。丸太が欲しいけど。でもね、まあ、丸太さ、なんかペッカと、どうなんだろうな。相性的に。まあ、ザップの方がちょっと熱そうではあるけど。まあ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 、丸太。でも、丸太強いからな。まあ、ゲットできたら、ちょっと丸太使いたいね。さあ、来ました。やっていきましょう。まあ、昨日ね、ジャックとバロもしたんだけど、普通にクラロワもして、そのバロのマッチング時間とかにも、クラロワしたんだけど、ジャック最近なんか TikTok で配信してるらしいやん、つって。ジャックんで、トロいくつなんて聞いたら、お前聞くんじゃねえよ、つって。言ってた、ジャック。ジャックなんか、22ぐらいにいた。22ぐらいにいて、もう俺ダメだ、26で上がんねえや、つって。めっちゃ泣いてた。めちゃくちゃ泣いてたんだけど、うわぁ、やば、ちょっと待って、あのプリンセスやばすぎるな。めんどくさすぎるな。まあ、一旦大砲でやるか。そう、ジャックもう26の老害になってました。はい。もう俺ダメだ、つって。もう俺、ジャイプリにも勝てねえや、つって。投げてた、マジで。ちょ待って、マジ、範囲攻撃ないからさ、ちょ、本当に、本当に苦しいんだけど、マジで、普通に。普通に苦しいんだけど。え、ファイバーザップで知らないんだけど。あれか、ファイバーレベル低いからか。ザップで耐えるよ。オッケー、偉いね。いいね。行ってこい。
そう、ジャックのプレイ見て、ジャックのね、26のプレイ見たんだけど、もうね、昔のジャックのあの覇気がなかった。本当に。あれ、ここでホグ行くんかい君っつって。ジャック、怪しくないっつって。ちょっとね、怪しかった、ジャックのホグ。なんか、いや、昔のあの、うまいジャックじゃなくなってたな、やっぱ。人間ってやっぱ、ブランクって結構あるんだな、と思って。もうジャックだってもうここ何年もやってへんからな、もうマジで。やってないっていうか、もうね、なんかガチでマルチ回したりとかしてなかったもんね。もうマジジャックだってプロ終わってからマジでやってなかったもんね。さあ、まあ、一旦ペッカ行く？さあ、相手何だったっけ？ペッカだったよね。もうペッカ出すか。そうだね。そう、ジャックの26がもう下手になって俺は悲しかった。もうジャックに今度また26コーチングしようかな。ジャックに 2.6 億コーチングしてみたっていう動画あげようかな。マジジャックがね、下手になってた。悲しいよ、俺らのジャックが。そう、それも言ってて、昔やったらな、もう俺何でも勝ったんだけどな、つって。マジで泣いてました、はい。それな、まあ、しかも昔のさ、ジャックのさ、クエロラリーグのさ、あのペッカバルーンってマジ最強だったよね。そう、マジで、まあ今、あの始めたっていうかね、あの最近クエラを知ったっていう人は多分知らないと思うけど、もうね、あの昔からプロリーグ見てた人はね、マジであのジャックのペッカバルーンのもうこのね、あの頼もしさやばいよね、本当に。ジャックね、多分自分で、ね、昨日言ってたんだけど、ペッカバルーン使った試合多分負けてないって言ってましたね。いや、それぐらい、いや、マジでジャックのペッカバルーンってすごくめちゃくちゃ上手くて、そう、ペッカバルーンってか穴番のね、みんなが、お、穴番って言うと分かる、穴番分かるでしょ、スナイプやるの。あいつのメックペッカバルーンがあって、そう、あれ、マジで使えんの、ジャックと、まあ、穴番ぐらいやったんですよ。本当に。そう、だから、みんなね、対策がわかんないんですよ。もうね、ペッカバルーンなんかあんなね、なんかもう、その、今やったらさ、ね、まあ、いろいろ研究されてきて、ね、まあ、メタとかもわかるし、まあ、上手い人もいっぱい出てきてるからね、まあ、使おうと思ったら多分使えるやん。けどさ、昔ってさ、そうそうさ、そんな今みたいに、そう、なんか研究とか、なんかこう、知恵とか知識とかも発達されてなかったから、ね。だから、ペッカバルーン、どうやって処理するみたいな。何でメタったらいいみたいなのが結構あったから、そう、マジジャックのバルーン最強だったんだよね、本当に。もう、じゃあ、ペッカバルーン行くわって言って、もう負けてし、来たことないもんね、本当に。なんかあの世界大会のあのね、ベスト4やったっけ、ベスト4かなんか、なんかジャックのシードゲットした時もジャックのペッカバルーンで決めたからね。マジね、ジャックのペッカバルーンはマジでね、ピカイチなんだよね、本当に。本当にピカイチなんですよ、本当ね。さあ、なんか大砲の位置低いな、これウィズ寄るっけ、寄らないよね、多分寄らなそうだな。ちょ、ゴブリンでもっこりしとくわ。もっこりしたり寄ったりしないかな。寄らないんだよね。寄らないんだよ、これが。まあまあまあね。懐かしいね、本当に。プロ時代が本当に懐かしい。でも、もうプロ時代さ、もうだって、3年前、4年前、4年前とか、4年前とか3、4、5年ぐらい前なんやで。もうびっくりするよ。俺も25歳になったからね。あの当時はもう19とか20でね、今の麦とかさ、ね、ターとかパンドラとかそこら辺と同じぐらい年やったのに。気づいたら、こんな年になっちゃった。気づいたらね、こんな年になってんだよ、つって。まあまあね、はい。まあ、人間は年取りますから、本当に。やばい、コウモリのレベル低すぎて、スケベ一発耐えるんだけど。悲しすぎだよ。まあまあね。いや、いいね。さあ、もう落としに行きますか。いや、本当に。夏すぎる。いや、もうなんかさ、昔の、まあやっぱジャックとかさ、そう、ケンツとかと会うと、やっぱね、すごいね、エモみを感じるよね。まあ、あったっていう、直接あったわけではないけど、そう。まあ、ね、電話で話しただけだけどね。まあでも、普通に、懐かしいね、マジで。一緒にね、マジで、目指した仲間ですから、はい。かっこよく言ってますけど、さ、ザップで、ペシッと。ね、いいね。まあ、最近、ケンツとはマジで、なんか、会ってもないし、話してもないな、マジで。まあ、でも、正月にあったな。1月2月ぐらいにケンツと会ったけど、相変わらずでしたね。変わらずでしたね。はい。まあ、最近でもケンツなんかね、ストぐらいちょっと忙しそうだからな。昔はケンツも一緒にみんなクララ界隈でバロランとかしてたけど、最近はマジで見ないな。忙しいんだな、多分。よしよし。さあ、これで3500か。いや、まだか。次か。次で3500か。OK。行くか。さあ、よっしゃっていきますか。お、レベル8だ。相手レベル低いっすね。さあ、こういう時はね、ゴブリンを刺してあげると。はい、もう相手はね、低い時はゴブリンが刺さりますから。じゃあ、マジでさ、プリンセスタワー低いとゴブリンがきちいんだよね。本当に。ブラスター並みのきつさがある。
やっぱタワー3発ってマジで強いよな。もう昔めちゃくちゃいじめられたからな、本当に。やっぱね、もうそのプロなる前の時代はマジで普通に俺無課金だったから、もうレベル差ゴボリに悩まされてた。マジでもうこいつマジでお前同格だったら勝ってるからなっつってメガライト来た、初めてウルトラ来た、初めて見たぞ。あ、でもさっきプリンセスいたな、そういえば。お、ここら辺からやっぱあれか、みんな使ってるんか。もう来た来た来た。さあ、まあでもこういうメガライト中はペッカで分からせてやりますよと。はい、もうお兄さんが分からせちゃうわ、ほんまに。そうなんですよ。もうこういうね、なんかメガライト多いんですよ、メガライト審判とか。そうだから、まあ結構ね、ペッカが刺さると多分スケブでしょ、どうせスケブでしょ。縦線なんだ、珍しい、縦線は珍しいよ、めちゃくちゃ。さあ、ホグが入りすぎだね、めちゃくちゃ。コウモリでいこう。で、矢の飴はマジでやめてほしい。矢の飴だけはマジでやめてほしい。待って、これ、白液いくね。やっべ、白液いってますね。さあ、これ、対応で。やばい、ちょ、待って、カットゥーンだけやめて。カットゥーンはまずいんですから、本当に。よしよしよし。さあ、まあ、これはね、まあ、ペッカ切らずに、マフグで攻めていきたいね。で、相手がペッカ出してきたら、もうね、受けてあげる。ペッカでね。あ、ペッカじゃん。相手がメガネ出したらペッカね。うん、それでいこう。で、白液があったから、どうやら進化あるんかな。でもなんか進化のマーク出てなかったと思ったらなんか被っちゃった。でも俺のレベル14ホグが強いよ、これ。このホグが一発届けるよ。なんなら2位かもしんない。2位届けんだよな、これが。強すぎだろ、マジで。めちゃくちゃ強いじゃねえかよ、マジで。さ、おペッカちゃんで守ってあげましょう。はい。ペッカがね、マジで強いからね。はい。さあいいね。で、モービーズもつけてあげましょう。さあ、俺これね、勝ったらね、ウルトラゲットできるんで、まぁ、ちょっとね、ウルトラゲットしてきてるよね。でも今回、あれか、あれ出てくんじゃね？何やったっけ？アリーナ到達セールが、多分。それでウルトラゲットしてんじゃない？この人らって。わからんけど。さあ、まあ落としますか。アイテム諦めましたね。あしゃ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 あ、いいね。さあ、初めて乗れたら何が来るかな。まあでも個人的には丸太来てほしいな、マジで。丸太が出たらちょっと、丸太を上げていきたいですね、レベル。しっかり上げていきたい。さあ、どうでしょうか。これね、行くよ！いや、マジでみんな、ちょ、丸太、ちょ、新鮮、何出る逆に。8枚か。8枚やね。8分の1で、ね、!8 分の1! いや、マジ、丸太以外出たらマジで渋いけどな。マジで渋い、正直。使えるカードがないっすね。まあ、エレキワンチャンぐらいかな。いや、でも使わんな、正直、自らから。さあ、マジ、ウルトラかけます。いきます。せーの、お願い！丸太、丸太、丸太。ラムね。まあ、どうせラム、まあ、ラム使ってもいいけど、ラム使ったら強そうだけどね。でもまあ、ホグの方がね、俺はね、まあ、使いたいからね。うわー、ガチか。でも、あと3回チャンスがあるからね。3回チャンスあります。はい。3回チャンスあるから。あ、なんかセールとか来てないんかな。あ、来てないっす。おー、え？俺来てる！エリートワイルドカルが来てる！これ、レベル15にできるぞ、これ。レベル15ホグが誕生できますね。いやー、まあこれやってもいいけどな。ちょっと待って、これはもうみんなに任せるわ。もうレベル15のホグ見たい人はもうコメントしてください。はい、コメントが多かったらもうレベル15にします。はい、まあホグだけしてもいいです、正直。正直ね、もう14も15も変わんねえよ。正直ね。はい、まあということで、今日はね3500いってから、まあここまでにしとこうかな。はい、まあ、ラストこれ引いときますか？引いておりますか？さあ、昨日はスーパーレア、今日は絶対ノーマルです。これはノーマルじゃなかったことは見たことがないです。いきます。はい。え？レアだ。マイクうるせえな、マジで。おー、すごいすごいすごい。あるぞ、これ。いきます。せーの。ほい。あー、ほい。あー、まあまあね。いやね、そうだよね。ウルトラ欲しいな。いや、マジ、ウルトラ出て、まあ、指南書欲しいっすね、これ。これが欲しい。強化の秘伝書。これあると、ウルトラってか、なんか、チャンピオンとかもね、完走できるからね、ちょっと熱いよね。まあまあね。はい、ということで、まあ、今日はね、ここら辺にしておきたいと思います。はい、よかったらね、コメントしてください、皆さん。はい、ぜひね、待ってます。はい。もう何でもいいんで。はい、ぜひね、Wi-Fi コメントもしてください。いや、マジで、ちょっと、俺が Wi-Fi コメント言ったから、昨日の動画で Wi-Fi コメント言ってないのに、めちゃくちゃ Wi-Fi 切れよっていうコメントしてくれる人いて。いや、マジでね、今日もね、はっ、やばい Wi-Fi やと思って、今日もね、マジでコメントがあったおかげで、はっ、Wi-Fi やってなってたんで、はい、もうしっかりね、もうマジ何も、俺に質問することも感想を言うこともない人はもう Wi-Fi コメントしてください。はい、待ってます。はい。ということで、よかったらチャンネル、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。